人類が輪廻転生する6つの世界を仏界では六道と呼ぶ。その形態は釈迦様の感情に呼応し、その姿を変える。すげえ。陸道法二の道、畜生道馬頭観の突っ込めってことね。いや、仏の鬼のような一撃がゼロ服の脇腹にクリーンヒット。何も何も縛られず生きたいように生きる。古代北インドの小国釈迦族の王子として生まれたクシャトリア。最高の食事、最高の住まい。立派に成長したものだ。おう父上。よいかシッダールタ。はい父上。民のためにここまで。王族の鏡だな。民に幸福を与える、それが王族のあるべき姿ですから。お前は何者にも縛られてないのだな。あの時までは。ああお加減はいかがですか、ジャタカ兄様。町で見かけた子供たちの真似でした。王族のすることではない。遠い親戚にあたる5歳ほど年長の王と、シッダールタは馬があった。王となり皆を幸福にする、それが私の定めですから。マンラ国は豊かな大国、王族としてこんな幸せなことはありません。ただ民の幸福を考え生きてきた。民たちが食べるあのいった豆はどんな味がするのだろう。格好悪いところを見せてしまったな。死を前に弱気になったみたいだ。とうとう行かれてしまいましたな。じゃあ高様は本当に幸せな方ですね。幸せ。悲しみで錯乱されて。栄華を極めるマンラ国の王としてこれ以上の幸せはないだろう。この不敬者が神罰が下るぞ。うるせえ、ここにある。そしてまさに才の角のごとく、ただ我が道を。食わせてやんなよ。なんじゃ貴様は。我々日がな一日こうしていますが、悟りとはもっとこう。何をする。その少女は神々への生贄。釈迦様にとって人も神も関係ありません。もしかしてたったそれだけの理由で神と戦ってるんすか。言ったはずですよ。ふざけ。やっぱ打ち合いだよ。釈迦が未来心によりわずかに上回った。釈迦の逆毛先に一戦。これは勝負あったか。頼むから。面白すぎんだろお前の思春期。心配すんな。お釈迦様。ゼロ服ちゃんの思春期。いいぞ釈迦様。くそムカつくわ。釈迦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 ばっかり。なんでゼロ服ちゃん、自分を愛すんだよ。俺はゼロ服ちゃんのこと結構好きだよ。分かったよ。僕は力を失った。さあ続き。そうだそうなんだ。ずっと誰よりも僕を最高に幸せだ。
れこそがゼロ服本来の姿です。僕もう一度信じてみるよ。僕が僕を好きになれるように。ゼロ服ちゃん、その瞬間、お前は誰だ？誰でもよかったんだ。あの美しい土に、そう。ゼロ服ちゃんは、我が名は覇者この力。何なのあれ、おじさま。わかりません。え、お前が知らないの？いつまで座っている？え、そこはよ、弟が負けたと聞いてな。そんな話こっちじゃとっくに終わっとるんじゃ。あれが神でないというの？あれは古より冥界ヘルヘイムに伝わりし、神々と魂魄がある天界バルハラ、そしてもう一つ地獄魔界。ヘルヘイムにはこんな伝説がある。第六天魔王ハジュン、なぜ天界の神風情が伝説のハジュンに至った？そんな無表情で言われても説得力ないね。見えています。釈迦様の未来史小学荒屋敷は、正しく言えば釈迦様はその魂の輝きを万物に宿る。じゃ、未来史は使えないってことすか？素晴らしい。では魔界転生。素晴らしい。頭を貫くはずだったが、どこまでいけるかな。左目完全に終わったっぽいね。左が攻められっぱなし。体の向きを変えて視覚をカバーしましたか。てん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 。ハジュン優勢。貴様ごときに理解できるはずもない。かつて冥界ヘルヘイムを反壊させたという、ハジュンは破壊の限りを尽くした末、ある日突然消滅。その伝説のハジュンがなぜ今ここに？わずかな残影を入手。植えた。そんな力を持ち、こんな手間のかかる無駄な遊びをする者好きはベルゼブブですか？天柱、天柱か。あの三流神のガキのことか。
シリアクタに等しい三流神にとっては極上の待遇。てめえは俺がぶっ殺す。ゾウ千手観サラーカーヤス。少子、我のような思考の存在に抗おうともがく消滅輪廻。クラン。じゃあもう一回言わせてもらうよ。邪魔する神は俺がやる。釈迦の目を見ろ。奴はまだ諦めてなどおらぬわ。ゴミスリンネよ。なぜ奴はまだ立っていられる。ヘルヘイムの怪物が柄にもなく恐怖しておるわ。ディナナルユ。だよな、やっぱり。さあベルンド。そして一連拓章により新たな神器となった。なんだ。決まってんだろう。天地、誰もが己の魂の限り叫ぶ。なぜまだ我に立ち向かってくる。よし、いける。負けてないぞ。片目が見えず脇腹に深でも負っている。まだ距離感慣れねえや。浅かったな。釈迦の方が先に限界を迎えそうですよ。受ける必要などない。良ければいいのではないか。お、小学荒屋敷は、そう、我は第六天魔王。声に驚かない獅子のように、ただ一人歩め。だが共に行こう。ラグナロク。
たまた、そういうお堅いのはいいんだって。ベルゼブブ、この戦いは我が宿願。勝たねばならんということ。弟の仇討ちだ。目には目を、歯には歯を。この男だけです。朕の進む先、それすなわち道なり。